女神アルテナよ、あなたはあまりに長くこの世界の神でありすぎた。そう、今こそ新たな神が待望されている。この私がその神となる。世界を支配する神になる。アイフェル、人であることを捨ててはいけません。人間の命のつながりこそがこの世界の。女神アルテナ、星の統治者よ。それは絶対の力を持つ者のざれ言だ。あなたは人の本当の欲深さを知らない。そうかもしれません。でも私は知っています。信じる心が生み出す人の強さを、そしてその可能性を信じています。そして信じてどうなった。今やあなたは私の虜。守護者たるドラゴンマスターも言いはしない。人間たちはこの海中要塞リヴァイアさんに近づくことすらできないではないか。世界の滅びを前にしてね。いいえ、世界は滅びません。決して。ならばそう信じて消えるがいい。魔法炉の炎に包まれてな。ついに時が来た。私がこの世界の神となる瞬間が。黒き星のゴージよ、名役に従いアルテナの力をあなた方に捧げます。その魔法力の全てを。そうはさせない。待たせたな、アイフェルン。女神アルテナを返してもらおう。ダイン、ガレオンだと。ふっ、おっと、わしらもいるぞ。ギャー、どいて、どいてください。おっ、こら、その重たい尻をどけろ。失礼ね、重たくなんかありません。女の子になんて口の利き方。リリーナに言いつけますわよ。な、それだけは勘弁してくれ。デミリア、メル、バカな、お前たちはあの時確かに死んだはず。はっ、勝手に殺すな。いや、死なぬまでもこの海中要塞へたどり着く術などあるはずがない。俺たちを舐めるなよ、アイフェルン。とはいえ、マイトのとっちゃんにはちょっとばかり借りができたがな。あれが少しだって。後で謝罪するのは私の役目だろ。だから、いつももっと考えて行動しろと。いや、面倒くない。ダイン！おっと！また私の前に立ちふさがるか、ドラゴンマスター。ああ、お前が道を間違えるなら何度だってな。だがそれもこれが最後となる。黒き星のご王子よ、復讐するは我にあり。今こそその神の力をこの身に。その望み叶えてやろう。しっかり。少々面白みに欠けるのではないかな。いや、それもまた一挙。人と人が滅ぼし合うは我らが望み。戦え、人間どもよ。
素晴らしい。これが神の力か。まさかこの魔法力はそんな。いや、確かにアルテナの力だ。おい、どうなってんだ。わからない。だがこれはおそらく。今度こそ殺してやる。確実にな。私が破れるだと。さあ、アルテナを返してもらおう。所詮は人間の器か。アルテナの魔法力を行使するにはボロすぎる。しっかり。だが我らが降臨する器としては十分ではないかな。早く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 体が欲しい。蹂躙し破壊し恐怖をまき散らすために。さあ、その体を我らに明け渡せ、人間。なんだ。やめろ、やめてくれ。アイフェルン、あなた。とうとう人間やめやがったな。バカなやつだ。黒き星のゴージュ、アルテナの魔法力によって降臨したか。気をつけろ、ダイ。今までの敵とは違う。相手は神の力を持つぞ。それがどうした。神が怖くて散髪ができるか。さすがダイ、うまいことを言うな。神を苦労するか、ドラゴンマスター。アルテナの下僕にしか過ぎぬ輩の分際で、愚か者め、神罰を受けよ。なんだこれは。
魔法力も感じられる。そうだ、あやつの力は我が奪ったのだから当然のこと。くだらぬ、このようなただの歌に何の意味があるというのだ。ただの歌じゃない。そうだ、わしらとの旅の間、いつもアルテナは歌っていた。そうよ、人の世の喜びや悲しみ、夢や希望のすべてが歌の中にあるとおっしゃって。アルテナは常に私たちと共にあった。アルテナの世界への思い、人々への思いが込められた歌、それがこの歌だ。アルテナが人を信じてくれている限り、俺たちは決して負けはしない。行くぞみんな。お、ええ、うん、少子滅びよ人間ども。Okay.
また歌が聴けて嬉しかった。はい、女神アルテナよ、この世界を形作る魔法力が暴走を始めた。このままでは接近する黒き星によって世界は滅ぶだ。いいえ、そんなことはさせません。だがダイン、アイフェルンが言っていたことで一つ本当のことがあるわ。それは私があまりに長く。分かってる。ダイン、私は女神の塔に参ります。この世界を守るために。そこでならこの非常事態に対処できると。はい、じゃあわしらが護衛しよう。急ぎましょう、アルテナ様。ベンだけではもはや対処できません。はい、予言しよう、ガレオン。この惨めな私の姿は未来の知れ者め。